はい、メディアライブラリーについて今回ご紹介しますメディアライブラリー、えー、アップデートでですねこちら左上にですねこのようなアイコンができました、はいえー、クリックして見てみましょう、はいえー、メディアライブラリーですね皆様お作りいただいたプロジェクトがこちらに、はいえー、表示されるわけなんですけど、えー、ビデオですねそしてフォルダーで、えー、も表示されますはい で今回、例えばですね、えー、今まで作ったビデオ、フォルダに入っているものですね、えー、呼び出すことができます。はい。プロジェクトを選びますと、このようにですね、えー、シーンと、そしてアセットですね、これ2つともですね、はいえー、今作成中のプロジェクトに取り込むことができるんですね。 取り込み方なんですけど、まずはアセットですね。はい、もう簡単です。えー、この通りですね、えー、クリックしていただくと、はい、今まで使ってた、プロジェクトで使ったキャラクターを呼び出したり、はい、テキストファイルですね、出したりとかですね。 えっと、グループもですね、アセットとして一つのグループとして取り込んでます。ですね。あとはこのような、追加した画像ですね、アップロードした画像等もですね、取り込んだり、持ってくることができます。はい。そして、このシーンの方。はい。 既存のプロジェクトにあるこのシーンですね、これをそのまま持ってくることもできるんですが、やり方としましては、まずこのようにシーンをですね、選びまして、タイムラインからブランクシーンを選んでください。その上でこのシーンをですね、クリックして取り込みます。はいもう1枚選んでみましょうか。はい でこの作成されたシーンのですね、えー、既存の作られたそのまま長さそれからそのまま、えー、動きもですね、えー、そのまま取り込んでいきます、えー、見てみましょう、はい、もう一回。 プロジェクトで作られたアニメーションですね、そのまんま、ね、お使いいただくことができるというね、非常に、えー、効率化に、えー、特化してアップデートできているんではないかと思います。はい。で、例えばチームアカウントをお持ちの方であれば、一度シェアしたプロジェクトをですね、今と同じように、はい、えー、取り込んで、シーン、それからアセットですね、はい、えー ますことができます。はい、非常に便利ですね。シェアそして、えー、プロジェクト。はい、えー、こちらのメディアライブラリーになります。ぜひですね、えー、どんどん活用して効率化上げていきましょう。はい。